茨城県道103号江戸崎下宇佐線茨城県稲敷市高田千葉県道103号江戸崎下宇佐線千葉県成田市滑川付近茨城県道千葉県道103号江戸崎下宇佐線は茨城県稲敷市江戸崎から千葉県成田市名古屋に至る一般県道である稲敷市江戸崎市街地と稲敷郡河内町近郷津を経て成田市 名古屋までを南北に結ぶ、延長約十五キロメートルの路線で、茨城、千葉県境を流れる利根川を、上層大橋で渡下する。稲敷市内の路線は、首都圏中央連絡自動車道、稲敷東インターチェンジと接続する。千葉県内の路線は、上層大橋最交差点で、国道三百五十六号と交差するほか、JR 成田線滑川駅入口から、 成田市滑川観音脇にかけて、都熱水京ライン急道ルートを通るため、終点、成田市、名古屋まで最短ルートで結ぶ千葉県道79号、横芝下宇佐線の西側で大きく迂回する経路を取る。1959年10月14日、新たな県道として、茨城県稲敷郡へ戸崎町を起点とし、千葉県。 香取郡下宇佐町を終点とする区間を本路線と、する県道江戸崎下宇佐線として、茨城県が県道路線認定した。認定当初、河内村近、豪津下宇佐長官の利根川にはまだ橋はかかって、おらず、渡し船による交通路を確保していたが、1967年末に、福音4.0メートルの都線橋が渡された。しかし、 これも夏場の利根川の増水機に利用することはできず、変わらず渡し船に頼っていたため、地域住民から永久強化橋の声が高まり、これを受けて1979年に上層大橋が架橋された。1995年に整理番号103となり、現在に至る。首都圏中央連絡自動車道、稲敷東インターチェンジの開通に合わせ、 IC 周辺道路と県道取りで東線交点の交差点の道路改良事業が進められている。道路法の規定に基づき、稲敷市犬塚同士高田間は緊急輸送道路として機能を維持するため災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている。 大須賀湖線橋上部、大須賀湖線橋と JR 成田線との交差部分、福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。